ラクションみたいな。クラクションもなんか水色。おおおお。YouTube に映せないからお前出てくんな、マジで。テレサ入れる。サンダーお願いします。フレー大きく回避していく。ナイス神回でございます。オッケーシャット、オッケー。これワンチャンが出る。いけるぞみんな。マジで1位が見えている、この状況。はーい、どうもこんにちは、シンゴです。今日の動画はね、見ての通りわかると思うんだけど、イロハン店でもね、元世界1位なら1位を取れる説っていうのをね、検証させていただきたいと思います。オッケー。もう、すでにね、もう、アルエイジの色が、真っ白だったり、ヨッシーの色がね、前のヨッシーだったり、もう何色かわからない。そういった状況の中、もう、これ全部白い。今までこの悪いジピンボールっていうコースはなんか全体的にさ、なんかなんていうの、黒いようなイメージだったのにもかかわらず、なんか全体的に明るい色になってて、見やすくていいね、後ろの。オッケー、毒キノコを持って、前の方を走っていく。ダッシュボードが、青色でございます。オッケー、ちゃんとインコースをついて、オッケー、頑張っていく。コインが1枚しかないので、ちょっと気をつけていきたい状況。オッケー、この、けど、ちょっとしばらく青コーラが、赤コーラが飛んでくる可能性もあるので、あれだね、それに備えて毒キノコを取っておきたいと思います。オッケー、ナイス、お金を取って、オッケー、すごい、悪い位置ピンボール、色がなかなか気持ち悪いです。オッケー、ちゃんと1位でターボ貯めて、オッケー。ターボの色も逆だ。普通だったらさ、ミニターボからスーパーミニターボになるって、青色から赤色になるのに、これ赤から青になっております。やべ、オッケー。あ、よ、黄色コーラが飛んできた。見えねえよ、そんなの。見えるわけがねえだろ。黄色コーラが飛んできました。オッケー、ちゃんとけど、3位に1回下がることによって、ここから勝てるようにしていくのが大事んご。ここからちゃんとダブライトも取って、オッケー。これでコイン10枚にして、お、これどっち？これどっち色ですか？これはけどおそらく赤色なんで緑コーラです。そういうことなんで、これは全部バッツ直していきたいと思います。やばい、やばい、金コーラが飛んでいってる。オッケー、やばい、やばい、やばい、気持ち悪い。吐きそう。おー、マジで白い玉に当たった、マジで。あの球もともと何？あれ銀色とかがもともと銀色だったような気がする。オッケー、FR。FR という日本人の方が前を張ってるので、こいつ最終的にぶん抜かして、もう最初のレースからね、1位を取らせていただきたいと思っております。オッケー、チャンプアクション入れて、オッケー、ターボ貯めておき、キノコ3個か。これいつでも抜けるけど、お前、あれ赤コーラだな、あいつ。あの色ってことはおそらく緑コーラに見せかけた赤コーラ。オッケー、ちゃんとジャンプアクション入れて、キノコ使う。オッケー、オッケー、いいよ。やばい、落ち着いて。これどうしよう。1位を取るためには攻めるしかない。攻めます、やばい。これ、もう胸マジで。爆破が黒色だ。やばい、白い玉に当たる。これどっち、これ赤コーラ。お前マジ、くらえ。当たれ、いけ、間に合え。あー、クソにいいか。本日はこのような感じでね、イロハン亭で1位を取れるまで動画を終われない企画の方をやらせていただきたいと思います。第2レースいきましょう。 OK、 本日2個目のレースは、ここはね、リボンロードになります。もう左右にうごめいてるさ、キノピコが気持ち悪いんだ、色が。どっちも毒キノコでございます。 OK、 しっかりとスタートダッシュを決めて、ここどうしようか。これやっぱ G が全部赤かったのが青くなっております。 OK、 ダートとの境目は逆に見やすいかも。やべ、おっか、真っ赤じゃねえか、ここもともと何色だったっけ、これ。覚えておりません。オッケー、毒キノコ使う。なんなんだよ、マジで。今の、赤コーラですか、あれ。わかるわけがないだろ。オッケー、しっかりとジャンプアクションを入れて、すごい。豪華な色。なんか、高級感のあるマットみたいな。そういった、うわははは、メニュー画面も真っ白だ。おい、ちゃんと、ハンドラシスト取って、オッケー、毒キノコが裏に引けたから、プラチャットバナナを全部捨てて、キノコ使っていく。ね、まあ、この位置を張って、あとはね、青コーラじゃない、金コーラが、飛んでいったところを、なんなんだ一体マジで。まあ、じゃあこうなってしまったら打開って言って、後ろから前にね、相手を持っていくっていう立ち回りをすることで、ワンチャン勝てる、あれ、チャンスを作っていく。オッケー、なんか気色の悪いバナナが置かれてるけど、落ち着いて下がっていく。オッケー、ダブライト、あぶねマジで。なんか影の色合いとかがマジでさ、すごくわかりにくいからさ、なんか、マジで。言いたいことが難しいんだけど、すごいね、やばい、ファイヤーボールがなんか、ゴージャスなファイヤーボールが放たれてる。これはどうしようかな、これさすがに出しといて、何度も当たんねえんだ、それ。当たっただろ、今、さすがに。
けど、あれ大丈夫、緑コーラ、あれ赤コーラに見せかけて緑、ややこしい、危ねマジで、なんか当たったと思ったけど当たってない、プッシュと、マジで頭バグりそう。オッケー、落ち着いて、ジャンバクション入れて、オッケー、俺もゴージャスなファイヤーボール引いたから全部後ろに投げていって、オッケー、これけど追記のさ毒キノコかける3個引けたらワンチャン、いやー相手も取れない、オッケーナイス、毒キノコ3個引いて、オッケー、これワンチャン1位はなるぞ、これお前マジで邪魔すんだって本当に、オッケー、ちょっと白いモテるじゃん、お前ら余計なことしかしねえな本当に、ちょっと落ち着いて、ちゃんと止まって、オッケー、うん、スターか、スター入れて3段お願いします、真っ黒まあ6位、オッケー、6位を取っていく、まあ、次の列に期待しよう。オッケー、第3列行きましょう。本日3個目の列がね、ここはグラグラ火山になります。これはね、多分本来なら真っ赤なステージなんで、こうやって今真っ青になってるっていう感じだね。うん、多分一生ね、このコースはね、あの真っ赤な場所が続くんで、もうずーっと青い。な、もうそういうコース、多分これが仮にマリオカートのコースとして導入されていたら多分ものすごくね、このゲームはダサくになっていたことでしょう。ジャンプアクション入れて、いや、湖みたいになる、もうやめろマジで、湖みたいになってんだよ全体が、うしと、オッケー、ちゃんとダブライトも取って、オッケー、毒キノコ4個引いて、どうしようかなこれ、ちゃんとキノコ真っ白じゃねえかここ、何が何だか見えねえよもう、オッケー、ちゃんとキノコ使って、色ってすごく大事なんだなって今ねしみじみ実感している、キノコ使う、キノコ使う、ちゃんとアイテム取る、ね、オッケー、金コーラ引いて、金コーラ、おお真っ白なサンダー食らって、オッケー、じゃあ、た、いや、なんか真っ黒な、真っ黒な炎が飛んでる、かけ、もうお前、白いキラー、お前、マジで、ホワイトキラー、お前、ちゃんとこれ下がる、これ、ちゃんと打開って言って、後ろから前に相手も持っていく立ち回りをする、オッケー、落ち着いて、これ、一生1位取れる自信がねえよ、これ、一生1、なんかね、あのやってみてください、皆さん、見てる方、あの、シンゴどうせなんか演技でやってるだけなんだろうと思う方がいたら、ぜひぜひやってみて。無理だからマジで、なんかねすごくやりづらい、え、なんか暗黒に落ちたスターみたいなのを引いて、マジでこれ落ちて、なんかこういうスターなんかあったよね、マリオパーティーだっけ、なんか取ったらスター1個マイナスになるみたいな、なんかそういうスター真っ黒なんかこっちの方が好きだな、このスターは、スター黒くてなんかかっこいいね、やっぱ金コーナーに光るとこだったけど、最終コーナー入っていく、ミニマップ今見たけど気持ち悪いな、マジでなんだこの気持ち悪い、うん、マジで黒いサンダー食らって、ジャンプアクション入れる、やべえ、あ、わかんねえよマジで、わかるかそんなの、こんな色じゃ、こんな色じゃわかりません、キャッタイカ使って、待って、なんだ今アイテムボックスに入ってる時あのイカ真っ黒だったのに使ったら真っ白になりました、なんでな、そこの色反転の基準は俺は正直よくわからない、キノコを使う、 OK ジャンプアクション、お前マジでオッケー、まだ悪くない、チャンスはある、真っ黒、テレサ真っ黒、俺まあ6位、なんか面白くない10位しか取れねえな、最終レースかな、いや最終レースじゃないな、まだあの終われないから、あれだね、第4レースいきましょう。本日ね4個目のレースが新レインボーロードになります。もうここもどういう色なのかすごくね、なんかもう正直楽しんやってる、もうなんかいつもだったらなんかプレイに対してなんかイライラしたりとかするんだけど、今日はシンプルにこのゴージャスな景色を楽しんでおります。 OK、 ちゃんとパワーを食べて毒キノコを引いていく、ちゃんとインコースついて、スリップストリームも黒いです、やばい、落ち着いて、ちゃんとパワーを貯める、 UMT、 あのウルトラミニターボを貯めて、 OK、 これちゃんとショートカットしていく、危ない、全部避けて、 OK、2位で相手も終わることで、あの、1位よりは強いとこが出るかと思ったけど、コインしか出なかった。けど、これはすかさずにちょっとコインの枚数が少ないので使っていく。お前それボムじゃねえか、その白いの。お前その白いの犯罪、マジで、よかった、よくわかった。やばい、やばいそれ。危ねえ、マジでやっぱりボムだった。危ない危ない。当たるとこだったけど、なんとかね、そう、シンゴの視力2を生かして、ちゃんと避けていく。オッケー、ちゃんとターボ貯めて、あの、コイン用に表を持っておくことで、確実裏はコインにならないんで、それは悪くない判断。オッケー、これで1位に躍り出ていいよ、これあるんじゃないか、ようやくさすがやはり、色が安定していても、私みたいな感じで元世界1位だったら、勝てるのですよ、と。いかが真っ白、ちょっと卑猥。ちょっと卑猥なんですけど、ちゃんと消していく。オッケー、ちゃんとコイン10枚にして、これはあれだね、ここで着地したところにボムを置くことで当たりやすい、ここに置いておく、
オッケー、このボムも本来真っ黒だけど真っ白になっている。これは赤コーラに見せかけて緑コーラ。オッケー、逃げろアルイージー、お前ならできるはずだ。最終コーラ入っていく。オッケー、お金は取る。マジかよそれ、落ち着いて。大丈夫、あるだいぶある、だいぶあるもん。やばい、そのスター回避やばい。一回ちょっと待って、一回ルーチョ、これ見えない、よく見えない。マジでお前ノアちゃん引いていくな。お前の身なんか黒いんだよ。まあ、本来多分白い身なんだけど、あの黒く見えている。OK、ジャンバクション入れて、じゃあ、お前、前だぞ、それ。それ前。あなた、S くん前ね、それ。何を、お前はマジでふざけんな、マジで。俺は今、ハンデを背負っているんだ。そんなことしなくていいだろう。やばい、またこうだか、これ。やばい、落ち着いて。ちゃんと、降りて、キラーを使う。キラーが真っ白だ、いけ抜け、頑張れキラー。まあよーいと、オッケー、第5レース行きましょう。オッケーと5レース目はここはね、カラカラ砂漠だね。もう今気づいたけどさ、あの悪いじ、花ちゃんの青の部分がすごく気持ち悪いね、これね。しかも多分前の方々タイヤが全部赤だけど、おそらくあの青いタイヤを使っております。もう頭がバグりそうだ本当に。このねタイヤね、同じような形のやつがね、赤と青あるんだけど、それが見分け、やばい、あの今気づいたけどウルトラミニターボが緑色だ。どういう基準で反転なんだろうね。俺あんま詳しくないんだよ、ね、色のね、その反転のあれが。赤の反対が青っていうのはなんかなんとなくのイメージであるけど、なんで紫の反対が緑なんだい。その辺は全然わからないんだから、分かってる方はちょっと教えてくれると嬉しいなと。俺の知識のためにね、教えて。うわっ、これ上手くね、今のうますんぎくんだからなんとか避けたんだけど、どうしようかな俺。おろしくんと FR くんが前にいて、彼らを抜かないと、あの、1位というのはかなり、取り難いものになってるので、ここはね、実はショートカットがあるんで、ここからショートカットをかまして、見えにくい、見えないなんとか1位に踊れて、OK、サボテンが全部真っ白なのにちょっと感動しながら、しっかりと走っていく。うわ、ブー、キレッコめっちゃ、なんかアイス系のステージみたいになってる、これ。砂漠系のステージのはずが、アイス系の、やばい金コーラが来た。いやーマジでそれ、落ち着いて、ちゃんとまだ1位のチャンスは十分にあるから、あの落ち着いていく、ちゃんとこのまま1位で逃げていくのが大事。危ね、大人号になってくるからしっかりと頑張っていく。 OK、 最終コーナー入っていく。やばいやばい、あれ大丈夫か、あの赤コーラに見せかけてあれ緑コーラです、大丈夫です。なのでこれは最短ルートを通っていく。俺一瞬今ちょっと赤コーラだと思って譲ろうと、おー危ね、マジで赤コーラじゃないな、あれは緑、うわー赤コーラだったお前電車マジでふざけんな本当に、なんかもうやれよ、突っ込んでくんなお前ら本当に、1位を取らせる俺に一生取れねえよこんなのじゃ。落ち着いて、オッケー、ちゃんとダブライトも割っていく。オッケー、にゃまあお前さ、あの青コーラじゃん、金コーラマジで引きすぎだと思うんですけど、どうですかこれ。あーはー、まあまだもう1列いきますこれ。はい、ならない、あーはーエッチ、あーエッチエッチ。本日6個目のレースが、ここはエレクトロドリームになります。もうさ、どこのコースも意外とさ、なんかさ、真っ白になるってことはさ、なんかマリオカートって比較的黒いコースが多いんだなっていう風にね、今感じてる。うん。今までなんか普通に走ってたからなんとなく実感はしてなかったけど、おそらくね、黒目のコースが多いんだろうなと、危ないマジで。まあ、黒目の方が多分ね、コースとして見やすいっていうことなんだろうね、きっとね。まあ、見にくいもん今すごく。マリオカートってね、そう。ただただレースゲームとしてじゃなくて、そうやってコースのこともね、しっかり考えられていてすごいと思いました。あーもうマジで赤コーラに見せかけて緑コーラ、もうちょっとそろそろ慣れてきたと思うから、マジで本当にそろそろ本気で1位を狙いに行きたい。オッケー、爆弾をしていく。オッケー、ナイス。キノサンスター、これはやばい、地面がなんか豪華レインボーだったけど、ちょっとターボ貯めて、オッケー、いや取れないか、取れてたらよかったけど、この暗黒のスターを、まあいいぐらいの場所で、使っても、サンダー回避を取るしかありません。サンダー回避をしたらワンチャンで勝機はなくはないと思うよ。オッケー。すごい、これ逆になってる。すげえピンクルートと緑ルートが、逆になってる。いつもなら逆なんですよ、これ色。知ってる方が多いと思うけど。いつもなら逆なのに、それが逆になっている。オッケー。4位まで。これワンチャン。ワンチャン全然勝てる、全然勝てるチャンスあると思うんで、落ち着いてこの金キノコを使って上がっていく。待ってやばい、落ち着いて、オッケー、これじゃない、金キノコ一気に使って前にのし上がっていくけど、これ赤コーラじゃないんだよな、これ。赤コーラだったらね、1位と2位をね、しばき上げることができるんだけど、3位で
と緑コーナーなんで後ろ捨てていく。オッケー、これワンチャンなくはない。オッケー、キノコ使って、キノコ使ってます。サファイカー、あ、待ってよマジで。まあ、よーい、オッケー、次のレース行きましょう。第7レースかな、これかな、本日7個目のレースは、スイーツキャニオンになります。全くもってさ、そのスイーツの美味しそうさたるものがね、もう完全に消え失せてる。このコースをさ、見た人がさ、結構さ、美味しそうとか言う人結構多いけど、これを見てもそう言えますかと俺は言ってあげたい。うん、無理だね、もうね。もう逆に食欲が多分そそられる色に作られてるんだけど、多分それの逆になってるんで、食欲がね、失せる色になってると。落ち着いて、おいちゃったを貯めて、まあ、それでもいい、なんでもいい、1位が取れれば、なんだろうと、うわ、すごい、すごい、真っ暗、逆にあったね、白以外のコースね。まあ、大体判定したら白になるっていう説が、自分の中で今出ていたんだけど、ここは真っ黒だね、もうね。真っ黒だけど、なんかすごく、なんていうの、なんか、えぐいね、もう。えぐい感じの、もう、えぐみのある色が大量に出てて、なんか、今までの従来の普通のマリオカートのコースの黒とは違う。なんか汚い。俺ちゃんとターボ貯めて、オッケー、金コーラ、青コーラがいっている。オッケー、ちゃんと、あれ、グライダー乗って、オッケー、これワンチャンいい。めっちゃいい。これは、2位か3位ぐらいでアイテムを割ることによって、キノコを引いてね、買っていきたい。オッケー、後ろも爆散をして、オッケー、クラクションみたい。クラクションもなんか、水色、おぉYouTube に映せないから、お前出てくんな、マジで。YouTube に映せない色をするのやめろ、お前は。オッケー、キノコ引いて、オッケー、これちゃんと、うわぁ!2 回も出てくるな、お前は。やめろ、俺なんて反応すればいいんだよ、今のに。今のに対して俺は戦士とか言えばいいのか?多分、P 音入れてるわ。P 音入れました。うん。本当によ、ふざけんじゃねえ、マジで。オッケー、しっかりと。結構、キノコあるのめっちゃいい。俺ワンチャンマジで。もう飽きてるから、きっとみんな。そろそろ1位を取らせろ、マジで。マジで頼むって。オッケー、ちゃんと、豪華なファイアーボール全部前に投げて、青色のファイアーボール投げて、なんでやったん、それは普通に、イライラすんだよ、マジで。青空のとこで投げてるわ。普通にイライラさせんな、マジで。楽しませろ、俺に。ちゃんとジャンマクション入れて、いや、もうさ、キノコ出てよ。もうこれカットカット。次。次行きます。そろそろ決めたいね。さすがにね。そろそろ1位を取って、この動画を締めさせていただきたいと思います。第8レースは、チーズランドになります。オッケー。ちゃんとここはね、打開の名所と呼ばれているので、ここはちゃんと初手で止まることで、いいアイテムを、色が判定していようとやることは変わらない。判定してるからって前に行くぞとかではなくて、しっかりとね、やることは、ちゃんとやっていく。オッケー。オッケー、スターを引いた。オッケー、これはね、ちゃんと、最初お金を集める。お金を集めてから、お金をね、1枚集めることに、マシンのスピードというのは 1% ずつ上がっていくので、それをやっていく。オッケー、ちょっとスターを入れて、オッケー、これちゃんと2枚ここ通る。これはね、まあ、ダブルアイテムを6位以下で交換することで、いいアイテムが引きやすくなるので、もうお前マジで。もう、お前スターを使ってるからすげえ分かりにくいんだよ、マジで。オッケー、サンダーを引いていく、ナイス。これ強い。ワンチャン振れ、振ったらもう一本、振ったらもう一本信号が持ってるっていう紙みたいな状況になる。いや、ダメか、ならないか。じゃあ、ここで使っていこう。オッケー、ここで使って、オッケー。白いサンダーを世の中に降らせて、で、ワンワンが真っ白すごいね、色張るっていうのは。まだ楽しいもん。まだ楽しいんごだもん、もう。こんなに長いこと楽しめるなんて、もうびっくり。すごいすごい。ここら辺もなんかあれだよね。凍ったチーズランドみたいな。そういう感じになってる。これちゃんと止まって、まだ下から厳選をしていく。いや、ちょっとこれ、前との距離がわかんねえね、ミニマップが。ミニマップが見えないんじゃん。落ち着いて、オッケーオッケー。これちゃんと、まだ下がっていく。ワンワン、白いワンワンに当たってるタミもいる。オッケー、これはね、ちょっと、けどようやくわかった。ようやくわかったね、これ6位以下になる。6位以下で割っていく。やばい、やばい、また反応しづらいのが来た。オッケー。黒い真っ黒なテレサ、オッケー、いいね、無敵2枚、無敵2個があるんでだいぶ強い、オッケー、テレサ入れる、サンダーお願いします、フレーオッケー、かわいいしていく、ナイス、これは、ワッチャンみんなの、みんなにかっこいい勝利が、見せられる可能性が出てきた、オッケー、落ち着いて、ちゃんとここ割る、ちゃんと、スター入れて、もう一本振れ、もう一本振ったらもう神回、神回でございます、オッケー、ちゃんと、オッケー、これワッチャンが出る、いけるぞみんな、マジで1位が見えているこの状況を、オッケー、ジャンパクション、あ、やばいけど1人強い、1人強いのがいる、落ち着いて、ちゃんとキノコ使って、キノコ使って、グーもうお前らマジでふざけんじゃねえ、ホントに、まあ、全部
自分のせいなんだけれども。まあ、11位か。あ、次次。あ、次次。次のレース行きまーす。第10レースぐらいかな、もうすでに。オッケー、またリボンロードが来ました。ワンチャンね、同じリボンロードなんで、1位以外は多分カットしてます。オッケー、しっかりとスタートダッシュを決めて、オッケー、ちゃんと前に出ていく。オッケー、これはね、まあ、6位以下で割ると初手でキノコが出る確率がぐんと上がるんで、それをやっていくなんて出ないんだい？出ないな、ちょっといじめだよ、もう。ほほ、相変わらず赤いな、こさっきも見たけど。さっきも見たけど、相変わらず赤いです。オッケー、ちゃんとターボ貯めて、オッケー、ジャンプアクション、ダブルアイテム潰す。オッケー、これどっち？これあれか、赤コーラか。これが赤コーラ。赤コーラなんで、ジャンプアクションして、あぶね、マジで。前のあの白いのパタテンか、あれ。カスタムね。カスタム、あのカスタムはパタテンテンでございます。オッケー、ちゃんと。オッケー、これは緑コーラです。オッケー。緑コーラをケツに入れて、ターボを貯めていく。オッケー、こうやってね、前後にこうやってさ、オッケー、今回こそいい感じ、これ。だいぶよく、いい感じで、今までで一番いい出来。一番いい感じで前に出れている。オッケー。やばい、ミスった。ミスったけど、割と遅くはないんで落ち着いていく。オッケー。ちゃんとインコースを突き散らかして、ウルトラミンターボを貯めていく。ジャンプアクション、ジャンプアクション。まあ、青コーラが来るまでは、これでいい。で、青コーラが来たら譲るなり、普通に受けるなり、そこの、その場で臨機応変に対応していくのがベスト。いやー、これ受けるし、やー、待って、オッケー、ナイス。悪くない。全然悪くない。ナイス。全然、むしろいい。俺が最低持ってる状況なんで、全然強いと思う。オッケー。これであとはショートカットをされなければ全然いいんだけど、多分おそらく何人かキノコを引いてるから、頑張って逃げていきたい。オッケー、ロイね。ロイ君に勝てば、これワンチャン1位まで見えている。オッケー。じゃあターボ貯めて、オッケー。テリちゃん取られるが赤コーラさえなければ大丈夫。大丈夫んご。さすがにもう一個青コーラが飛んでくることはさすがにないと思うから、気をつけていきたい。ターボ貯める。オッケー。キノコ、コイン使って、交換してワンチャンダブル防御を狙うが出ない。キノコ、やばい。危なさそうなもの見える。大丈夫、全部避けて、これ、アウトから行こう。ちょっとちきります。ちょっとちきる。ちょっとちきってアウトから行って、これ抜かれなければ勝ち。お前キノコ行くなよ、おい。お前が引いたら俺は怒る。さすがに怒るよ。マジで。来るな来るな、よーこれが、元世界一による実力でございます。本日の動画終わります。ありがとうございました。